はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回は久々に、カクテル作っていきたいと思います。ファジーネーブルです。これは、ピーチリキュールですね。はい、今日買ってきたんですけど、アルコール度数 15% の値段880円の結構安かったんで買ってきたんですけど、これに、これと、まあ、オレンジジュースですね。これちょっと、容器に移し替えたんですけど、紙パックのオレンジジュースって、ほら、一回開けると冷蔵庫に本来、もう、ね、傾けて入れられないから、容器に移し替えたんですけどね。それでは、作っていきたいと思います。と。ピーチリキュールを、30ml。入れまして、で、そこにオレンジジュースを加えて、はい、それでステアして完了という感じです。これもね、ちょっとね、なんかサイトによってまちまちあったりするんですけど、まあいいや。それじゃあ乾杯。あ、うまい。うん。なんか違う気がする。ファジーネーブル。なんかね、ウィキペディアには、ピーチリキュール 30ml と、オレンジジュースを 30ml って書いてあるんですよ。つまるところ1対1ですね。うん。って書いてあるんですが、別のサイトによると、ピーチリキュール 30ml と、オレンジジュース 120ml と書いてあったりですね。結局のところ適当という感じなんでしょうか。ちょっと弱いな。ピーチの味が弱いので、ちょっと追加します。1対1の方があれなのかな？ちょうどいいんじゃね？うん。ああ。だいぶ美味しくなった。美味しい。
ショートカクテルなのかな。1対1で割るのもあれば、あの1対1で割ってもいいけど、このグラスがさ、ちっちゃいグラスだったらほら、それでいいんだけど、こういう大きめのグラスだったら1対3で割るとか、うん、そんな感じなんですかね。おそらく。あ、でもうまいわ。甘いけど、甘いけどこのね、自然な甘み。あの甘味料とかじゃなくみたいなね。それがやっぱいいかな。はい、つまみシーザーサラダ味。まあこの甘いカクテルにつまみもクソもねえんだけど、うん、うまい。そっか、サントリーって。いや、これあれなのか。そういえば、あの、昨日飲んだ、富良野の秋がですね、めっちゃうめえとか言って話してたんだけど、今日改めて6缶セットのやつ買って飲んでみたら、まあ、うん、別にそこまでではなかった、うん、まあでも、まあ、うん、苦味が足りないんだよね。うん、苦味がね。てか苦味が全然ない。ぶっちゃけ。まあ、そこだろうな。でもあれだな、あれ、サントリーってなんだかんだ言って結構いろいろ
甘い系の酒に出てますね。出してるんだな。甘い系の酒もそうだし、まあマリブとか、あとルジェカシスとか、ルジェシリーズ、まあクレームドなんたらとか、もう出してるし、カルーアも出してるし、あとジンも、ビーフィータージンも、これサントリーだし、結構いろいろ出してんだよ。改めて。うん。これ美味しいわ。確かに。うん、うまい。まあそうだな、普通にうまい。うん。のでどうしようかな、これな、5つ星にしようかな、ちょっとどうしようかな。ちょっと四つ星にしようか五つ星にしようか迷うんだけど、五つ星。うん。これはうまい。うん。これはうまいでしょう。やっぱり。俺、ピーチ大好きなんですけど。ああ、桃ね、大好きなんですけど。これにちょっと、ね、オレンジの。酸味が加わり。うまい。ということで。それではご視聴ありがとうございました。